回ります。そうすると引っかかりがなくなるので、どうしてもこっちをイメージしないと引っかかってないんちゃうわけです。はい。だけでそうです、そうです。はい、左向きもちょっと待って。そうです。惜しい。そうです、そうです。そう。待っていきますよ。そう、あ、惜しい。マークしない。はい、マークになると出ちゃうので、はい。そうです、そうです、いいっす。そう、顔。そうです、そうです。そのまま行かない。スパーリングだったりで、顔、ボクシングの顔ってほしいんですよ。スタンドバックも顔イメージしてあります。ただミットでこうなるとクロスして顔とは違うところを打つ動きになっちゃうので、僕取るんで顔でやってください。はい。そう、そう、アワンツーいきます。そうです。じゃあ踏み込んでいきましょう。今度今ですよ。ジャブを打ちながら踏み込んで、ついたらストレート。はい。ゆっくりですよ、課長。そうです。それで回転です。あ、回転です。はい。そうです。最初戻ること意識なくていいです。一回ちゃんと打ちましょう。はい、押します。焦らなくていいです。ジャブって入ってきて右奥の左足ですね。後ろの足がついてから回ってます。ダンスタイムめっちゃ違うんだ。この時に入る時に正面を向いてると回らないんですよ。入る時は打つ体勢で入ります。そうです。そうです。そうです。今のいいですね。もう一回いきます。こっちで。1、2、そうです。焦らなくていいです。1、2のテンポでいきましょう。そうです、そうです、そうです、そうです。もっともっと相手の離れなくていいです。そうです、そうです。当たっても当たらなくても同じ動きしてください。なので、ミントとマイナスも当てないでください。はい。1、2でいきます。1、2。そうです。で、戻すと当たります。はい、はい、はい。1、2。そうです、そうです。体ですよ。手で持ってたんですよ。1、2。そうです、そうです。はい。ミント意識しないでください。1、2。はい、いきますよ。そうです、そうです、そうです、そうです。はい。1、2。そうです、これです。そう、ナイス。もう一回。そうです、いいですよ。自分のタイミング取ってくださいね。はい、いきますよ。トップ、いいですよ。足だけ行きたい。こっち叩くから、今こっち行ってる。そうです、はい。それやったら多分取ってくる。はい。そうです、そうです。で、今で回します。はい、そうです、そうです。すいません。これ、ここで止まってるんで、痛い。回して、ちょっと回せば。あれ、それやっちゃう？CG って痛くないらしい。そういう風にできてるらしいです。ここで止めるのでロックするタイプです、ま、はい、回ってない、はい、ただそうなります。なるなる、はい、それは振ってるってことだからナイスです。はい、ナイス。それで、あと打ってここで当たるって決めてるんでロックしちゃって、ね、当たれば確でいいです。なんでミット意識しなくていいです。はい、もう一回いきますよ。ちょっと3枚やりましょう。ワンツードン、ワンツー、そうです、アシスよ。そう、行く、もっと行く。そうです、そうです、そうです、いいっすよ、今の場所ですからね。そうです、そうです、そうです、そうです。はい、今度はちょっとスピード入れます。最初から打ちします。はい、その場で、あ、踏み込んで、その場で、当てないっすよ。はい、ワン、ツー。そう、今のスピードですからね、もう一回。そうです、そうです、持ってきます。ジャブ、ジャブ、しっかり。ワン、ツーです。そうです、そうです、いいっすよ。もう取りますけど、当てるの意識したいです。今の使って、してください。バンツですよ。そう、おい、もっと伸びる、もっと伸びる。そう、そう、そう、戻すのもいいですよ。これちょっと、はい、右もも、右もも、右のもも、はい、右の方を狙って。そう、ナイス。じゃあ、やるか、みんちゃん。ナイス、ナイスね、一回やってみます。こういうゲーム、どうしてもミットと、あ、そのミットを狙いすぎて力がいけんじゃん。はい、なので出すイメージです。はい、打つイメージでどうしても当てたくなるので、はい、まあ、これは人間の坂なんですけど、ジュンさんも最初のうちはグッ、俺は力で勝つんだ、先消してくださいと言っても、いや、それが男だってなったんですけど、それを消しながら、はい、僕はハンマーパンチの世界です。はい、右身の力男の場合本当はそうなんですよ。ただ本能に逆らって相手に勝つのが、はい、おい、本能に逆らわずに、本能に逆らってもどうしても振り回すので、で次の攻撃ができなくなって、自分の体が制御できなくなって負ける。ナイスキャッチ。打ちたいのを我慢して、ここじゃないっていうところを本能にして、綺麗に打って当たる。
で、叩きで相手は勝手に倒れる。やばい。入ります。今度、僕のやり方だと、みんなジャブからずっとやるんですけど、最初から後ろの手から。ボクシングは必ず前の手からしか出してダメっていうルールはないんですけど、必ずの教え方がまずリードからなるので前の手っていうのになるので、後々やっていくと打てなくなるんですよ、こっちから、フェイントにもこっちから。ただ基本的にはいきなりこうやって打つともらうので基本的にはダメなんですけど、これが打てるって思ってないと、もう相手はまあリードしか来ないそれって思うので、そこの逆をついていくのはありなんですよね。なので最初から相手は打てるんです。なんで、左でツーワンツー、何それ、ツーワンツー、触ります。で、これ足を抜きます。回転だけでいきます。ツーです。ツーワンツー、そうです、回転いきますよ。そうです、おい、あ、でしたら、そうです。はい、今は左からいきます。ツーワンツー、そうです、ツーワンツー、回すだけです。ツーワンツー、そうです、そうです、そうです。これもバランス崩れるので、スロートの前にながらやります。ピンポン、そうです、ツーワンツー、もう一回、はい、今度右からいきます。右、左、右、右、そうです、右から、そうです、はい、左から、いいっすね、もう一度左から、そうです、そうです、いいっすよ、はい、今度右です。はい、じゃあワンツーだけ、ゴー、いいっすね、もう一度、そう、今度右から、そうです、そうです、焦んないでください。今後ろの足が来てないのに回そうとしたの、はい、ついていける、ついていくから来ちゃう。で、その後徐々にこういうスピード入ってきます。ただ、タイミングは動いてます。そう、回転、そう、後ろ足を近づけて、そうです、お、今ですね、そうです、そうです、そうです、回転、第1回集中、あ、正解、足を止まってやってると今は出てたんですけど、これにあとは出てるか、出てる、はい、もし、見てみます。まあ、去年やったばかりなんで、はい、これ、あの、次までに、はい、あの、レベルよ、レベルよ、家と、家と、あ、惜しい、道端で見るのは、もちろん変な人なんですけど、ボクシングやはり高校生だったり、プロっていうのは、やはり好きなので、あの、復習したいので、はい、電車待ちならこうやってポイントを出ると、はい、それがね、あるので、気をつけてください。あの、さらに今からこれを投げる、さらに投げないと、練習って思うと辛くてやるんですよ、練習にはやっぱり元気になるんですよ、はい、じゃあ行きます、もう一回いきます。最初踏み込んでワンツーいきます。あ、ジャブワンツーいきます。ジャブで一歩ピーン、おー、はい、すごい、そうです、そうです、毎日ダメですよ、いいですよ、いいね、ジャブワンツー、そう、もう一回いきますよ、そうです、今の位置で持ち上げますよ、そう、戻すまでいきますよ、そうです、そうです、いいですよ、そうです、やってくださいね、そうです、そうです、はい、ジャブ一回、そうです、いいですね、そうです、これのジャブとワンツーだけでいいので、このジャブワンツーはいい、はい、これだけでいいのでしっかりやります、はい、ジャブだけいきます、これで何回もいきます、そうです、そうです、いいですね、ジャブスーパーステップです、そうです、それが大切です、はい、ジャブ、はい、まとまっていきますよ、そう、顔を少し、少し、少し、いいっすよ、タイム今取ってるんで、やってくれて、じゃあまず、そう、ナイス、もう一回、そうです、そうするとこれもらわないです、今でいいです、はい、ジャブ見せてください、はい、ジャブと合わせだけなんで、そうです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 、今日、ジュンさんはやはり突っ込みすぎないところで、これでフェイントにもなりますし、僕が入ったら打ってください、はい、いや、はい、左です、はい、あ、その場の左です、はい、そうです、もう一回、はい、もう一回、で、僕が入ったら当たるんで、はい、当てにつきすぎると僕の右のエースになる、はい、ワンツー、そう、惜しい、そう、ナイス、戻すんですよ、ここにない、そうです、そうです、ダブル、はい、ワンツースリー、そう、いいっすね、もう一度、ナイス、ワンツー、さあ、もう一度、最後に回ります、そう、いいっすね、もう一回いきます、そうです、そうです、いきますよ、これ出すよ、さっき、さっき出すよ、ジャンプだけですよ、ジャンプとアンプだけです、はい、はい、待っていきますよ、そうです、焦んなくていいですよ、バックステップ、そうです、いいっすね、バックステップ、はい、そうです、これがボクシングです、はい、ジャンプ、そう、ナイス、ライダーブル、そう、はい、待つ
はい、ワッツプ。いいね。そうです、そうです。相手が来たら、詰まっちゃダメです。はい。まあ、打つならいいんです。一回下がって、満足しちゃって。そうです、そうです。褒めない方がいいですか？そうです、ジャブ。はい、左から2-1。そうです、バランス打てないでしょうね。はい、右から。はい、右から3つ。タンドン、タンタン、タンタン、そうです、そうです、いいですね、体の大きいですよ、もう一度タンタン、そう、入りながらタンタン、タン、そうし、もう一度よタンタン、そうです、最後くるそうです、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 はい、ジャブそう、はい、ワンツーはい、ワンツーナイス、今、3回連続いきますバツーあっ、バツーです、はいワンツーワンツーワンツーはい、ワンツーこれ難しいので、はい、皆さん、皆さんも3ついきます。そうです、このイメージからね。あ、今のを全部角でやってください。ワンツー。あ、角ですね。はい。一回取るんで。はい。そうです、そうです、そうです。そうです、そうです。それいきましょう。3回連続。イイ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 。これです、これです。これですよ。はい。はい、いきますよ。2回にします。ワンツー、ワンツーです。ワンツー、バック。そうです、これをしっかりどっちも本気でいきます。これ、プロでも難しいんです。簡単なことですけど、バランス取れるので。バランスは、ほんまにするのが難しいです。ワン、ツー、バック、バック。ワン、ツー、ワン、ツー、そうです。はい、最後からいきますよ。ワン、ツー、そう。そうです、そうです、そうです。体重台いきますよ、3つ。リリッリリリそうです、そうです。ワン、ツー、フックで体重戻しましょう。いいいいそう、それだけですいいそう、今度入りますよいいいいおー、いいっすねはい、これ2回いきますよいいいいいいそう、いいっすねはい、もう1回いきますよいいいいいいそう、もうちょっとバックするのがいいですね動きはいいっすよ、これを入れたいですねはい、ジャブいきますそうです、はいこっちのジャブいきますか左に回すだけポン、そうです足より腕が使うそう、その場所でいいです、それはそうです、そうです。まずはしっかり。そうです、そうです。はい、今度は当てないでください。そうです、そうです。あと2本。1、2本です。1です。そうです、そうです、そうです。はい、いきますよ。そう、いいっすね。そう、ナイス。はい、コンビ。そうです、そうです、そうです。